はい、朝からしほちゃんが見てる相乗りがちょっと流れちゃってますけど、ひみちゃんご飯です。ダメよね、流れ食べちゃう、りんちゃん。え、絵も色を塗ったりするの？うん。見て、カメさん、うまい。ん？うまい、カメさん。上手。特徴をちゃんと捉えてる。カメさんって尻尾あるんだよ。そうなの？そうだよ。それに、耳がね、飼ってるカメさんね、赤耳ガメなんだよ。そうだね。じじゃーん。いいね。すごいでしょ。うん。全部バツでしょ？え？全部バツでしょ？何が？早寝早起きもしてないし、お手伝いもしてないし、運動もしてないし、本も読んでないし、だらったらな夏休みね。まだ本一回も読んでない。ほら昨日寝たの何時？11時。11時半。昨日起きたの何時？昨日すぐ遅かったよね、起きたのに。11時。やばいよ、もうダラダラですね。ダラ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 の夏休みじゃん、ゆみちゃん。待って、あおり、バシュボーめちゃくるじゃあみなさん、こんにちは。ゆみ、かわいい。はい、こうや、はい、にこれ笑って撮ってるじゃん。いいじゃん。なんでブータになってるか知ってる？知らない。最悪。見ててね。まあ、また直せばいいんだよ。もう直すのめんどくさいもん。ミミはマイクラやってんの？マイクラ。いいね。次、公園。さっきの図書館もめんどくさいって言ったよ。うん。
公園もまだ作りかけ？うん、もう公園できた。ブランコない。ブランコないの？これブランコ？これブランコ。滑り台は？滑り台ない。滑り台ないの？そんな広くないから、それかね、休憩場みたいな場所。それで子供たちはブランコだし。すごい顔。はい、今からね、しほちゃんのダンス。りみちゃんはただ来ただけです。何もしません。ひまひまです。だから iPhone とタッチペンも。ねえ、ちょっとこの持ち方恥ずかしい。なんで？iPhone じゃない、 iPhone じゃない、 iPhone ね、 iPhone だよ、 iPhone、 iPhone じゃない、りみが言うと iPhone になっちゃう。アイポン。アイポン。連れて帰んないの。寂しいの。寂しくなっちゃった。帰り行こう。はい、結局ね、習字を書くことにしたんだよね、うん、なので墨と半紙だけ買いましょう。あとはしほちゃんに借りましょう、はい、リミ用の墨なの？ん？リミ用の墨なの？でも多分リミちゃんたくさん使いそうだからさ、しーちゃんに、しーちゃんが使ってるのを使ってそれをしーちゃんに返す方がいいかなね。で、あと半紙買いましょう。これかな、半紙はこれでいいか。半紙これでかい。うん、じゃあこれを買いましょう。これに書くの？そうだよ。なんだっけ、なんだっけ、3文字だったよね。いろは。あ、いろはだっけ。いろはでかいやつか。なんだっけ、なんだっけ、ひばりだっけ、ひばり、なんだっけ、忘れちゃったね。お家帰って調べよう。じゃあとりあえずこれ買いましょう。アイスを買いました、駄菓子屋で。リミちゃんはこのメロンシャーベット。いやー今日暑いね。ママはみかんアイスです。でシュゴちゃんはね、バニラ以外のアイスはあんま好きじゃないので。バニラなかった。バニラない、ないんだけど、これね、シュゴちゃんの大好きなもちっとプリンを4つしかなくてね、4つ買いました。これシュゴちゃんがダンス終わったら、じゃあメロン食べましょう。どうした？硬い。硬くて取れもしないの。多分さ、あまりみんな食べる人少ないから硬いんだろうね。少し溶かしてみる？どうやってる？手で握って温める。冷たい。ママはこんな感じ。ママのやつも超硬い。冷たい。ママの顔面白い。めっちゃ冷たいんだけど。もう食べる？食べれない。硬い。みかんの味がする。美味しいでしょ。生みかん。
メロンの味がする。少し溶かして食べよう。ちゃんって今いるんだ。そうなの。あ、見てバスケース。え？バスケース、おー、かわいい。で、あの一枚二枚。あ、二枚入るんだ。そう。これ百均なの？百均で。かわいすぎだね。かわいすぎ。かわいい。ミニクリップ。何このクリップ？これなんかさ、紙の束を埋めるんじゃないかな。あ、なるほどね。うん、かわいい。じゃがりこさん。うん。あったやっぱり塩でしょ。あ、そう、焼きとうもろこしかな普通。でもなんかアイスに合うのは塩って感じだけど。塩にする？いい塩で。どっちでもいいよ。じゃあ両方買っとく。好きな味をやる。安いし。塩だね。大将からしーちゃんが帰ってきた。しーちゃんが帰ってきた。ただいま。いいも一緒に帰ってきたじゃん。じゃあいただきます。いただきます。今日はね、お昼がね遅かったので、うん、あっさりお刺身で、うん、でも大量になっちゃったね。お刺身ね、めっちゃ買いすぎた。サーモンがね安かったからね、ちょっと、うん、あ、ま、はい、2つ買ったんだけどね。サーモン安かったよね、うん、だからね2パック買ったらちょっと無料になっちゃったんですけど、おいしい。あ、でもね、おかずがそのお刺身しかないんだね、うん、あと豚汁です。私が希望しました。うん、豚汁はいっぱいね、栄養たっぷり、野菜と。あ、ほう、大好きね。あと1名様、うん、千穂ちゃんはさ、わさび1名様いる、うん、最後の1名様いらない。わさびいらない。いらない。いらない。じゃあママが後で使うね。私わさび食べれるけど、わさびない方が好きかもしれない。リミ、わさび生で食べれるよ。そうなの、ね、うん、そうなんだ。リミわさびすごいよね。でも醤油の量もすごいけどね。そう、やばい。わさびもすごいけど、醤油の量もすごい。醤油と本当だよ。うん、うん、うん、うん。今日はね、お刺身をもりもり食べたいと思います。日本って味がする。日本日本って味がするの、うん、なんだそりゃ。はい、バイバーイ。お風呂に入って寝ます。はい、じゃあ、あとはもうお風呂に入ってね寝るだけなのでね、ここで、はい、おやすみ。おはようございます。パスワード間違えました。あ、また間違えた。なんで取られてるから焦ってます。最近 TikTok とね、YouTube たまに白黒の写真を見にね、インスタもたまに行くぐらい。インスタの白黒かわいいんだよ。実物がいるくせに写真も見たがる。そう、写真も見たがるんです。はい、というわけで今からご飯食べたいと思います。まだリミ起きてないんで、どうしようかなって今思ってる最中です。
パジャマです。そうです、そうです。ご飯だよ。待って、まだ前に見て。で、これ終わったらだよ。うん、これ終わったら食べます。うん、お水は先なんじゃ、うん、いただきます。うわ、塗りすぎたかもしれない。いただきます。うん、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 違うから、かわいい。あ、ちょっと一応分かれちゃった。白かわいいな。ひらん、きたにゃん、ひらん、きたにゃん、ひらん、からもきたにゃん、からん、ひらんとかずっと一緒。かりん、はい、ということで着替えました。今日は黒ですね。なんかね、これこの服好きじゃないの。あ、そうなの。ここにゴミが溜まってて取れないんだよね。見て、ほら、汚くない？下見えないけど、あ、かすかにゴミが溜まっちゃうんだね。そう、これが嫌だ。俺を食べると絶対入るよね。知らない。そうだよ、なんで俺を食べるの、そこに入るの。こうやって開いて、うん、あん、ボロボロボロ、キヤーって。へぇ、うん、ブロック好きじゃなくて、あの、だけどさ、カスが落ちないからいいんじゃない。やだてかさ、オレオ食べるときにそれこぼしすぎじゃない。だから普通の人はそんなこぼさないよね。私こぼすんだけど、ま、毎回パクって食べてボロボロっと落ちる。だからいつもティッシュ引いて食べてる。あー、リミちゃん、遅く起きすぎのリミちゃんです。今何時か分かってる？本当だよ、れんちゃん。分かんない。もうやばいよ。もうお昼に近いですね。そうなんです。朝ごはんが。もうお昼ごはんじゃない？11時23。あれ、しほちゃん、宿題やるんじゃなかったの？宿題やるよ。やりに行きます。携帯を持ってね。かわいいね、このさ。バイバイ。バイバイ。じゃあ。カチカチ。政治発明活気変わった。乗ってるかな。あ、乗ってる乗ってる。4年生の発明を書きますって。あ、令和だ。本当に今年だ。今日はやってみようかな。でも私汚い。私ね、めちゃくちゃ汚い。すごい汚い。あ、間違えた。
かね、明るいってね、なんか思い出すと明治安田生命しか思いつかない。明治、令和、昭和、平成。初縫いのハツがね、やばい。もうグネグネしてる。なんでこんなグネグネしちゃうんだろう。じゃれーん、できました。見て。それでするんですか。これにします。はい、じゃあそれに名前と学年を書いて終わりだ。これ、ね、名前にで失敗するっていうあるあるがあるから気をつけてね。下半身さ、あそこの下敷き黒いのついてないかよく拭き取ってからですね。それ置いてピシャーンとかなったら最悪だよ。オッケー、できました。はい、見て、拭き取ったの全部。すごくないこれ、汚さ。え、汚い、そんなに見せなくていい。ていうか手も汚い、やばいね。やばいよ。やばいの。大丈夫その動機。どうしたの、誰。塩です。塩です。ゴミ今捨てました。はい、最後集中してよ。やばい、集中できない。やだ、怖い。じゃあちょっと名前がね映せないので、じゃあはい、これで、じゃあそれで決定ですね。うん、はい、やばい、怖い。頑張ってね。4年1回ね、ここで練習。はい、手着でね、お昼食べていきたいと思います。いただきます。かわいい。うん、何言ってるか分かる。おいしい、正解。朝とね、あんまりね時間経ってない。うん、軽くチャーハンで、うん、あと家にあったものだ。うん、ほう。家にあったものでできるな、チャーハン。やばい、あと1分だよ。やばいよ、シロ。行ってきます。行ってらっしゃい。ただいま。こんにちは。はい、ということでね、下で帰ってきて、下でね、TikTok 見て、今からね、宿題をしたいと思います。宿題はね、サマースキルっていうね、スキルの算数ですね。算数結構あるんです。一番あるんです。うぅ。で、今、ママがね、買い物行ってるんで、その間にね、算数頑張りたいと思います。こちら100均で買ったんですよ。でね、ほら、
キン。ダイソーさんで、占い師さんにね、金がいいって言われたので、金をずっと探してる金のペンを、ネットダイソーさんにあって、じゃあいい。あ、誤字できないな。一回書きます。こんな感じで、塗った後にこうやって、本当は親指でこうやりたかったんだけど、今日はね、人差し指でこうやってね、マッサージをすると伸びるそうです、線が。あとね、ちょっとね、濃くなる。これをね、よくしてます。で、マッサージはよくしてるんだけど、ペンは初めて書きました。友達の家でね、ゴールドがあった時に、ゴールドのペンを借りてやりました。それぐらいかな。よし。というわけで、続き、宿題のね、続きをしたいと思います。確かにすごい静か。今気づいた。すごい。ママに言われて気づいた。はい。ね。また同時にねって言ったよ。何なら歌える？なんとかなんとかなんとか。じゃあなんとかなんとかなんとかだって。違う。思い出した。失敗することが男のたった一人。誰止まっちゃったの？なんで笑うの？練り馬も強いな。本当だ。コロンコロン、おいで。コロンコロン、うん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 、うわ、いっぱい入れたね。辛いのが好きさ。何気にね、キュウリはね、我が家はね、大好きなので、みんな守りあるんでね。やったー。でも超入れたの。めっちゃ入れたね。大丈夫大丈夫。それで全部混ぜるから。うん、辛かったらちょっとしかつけない。うん、うん、混ぜないの。うん、混ぜないの。ほら、これ辛い。これでも混ぜた方だよ。見て、ピンク色。初めてピンク色。辛い。意外と辛くない。辛い。
辛いか、うん、辛い、おいしい、辛い、辛くない、うん、辛くない。はい、ということで今からお風呂に入りたいと思います。かわいいコロン、行ってきます。夏休みだとよだらだらしちゃうね。ね、早く寝なきゃっていう危機感がないよ、ね、まだ乾かしてないの。そのうちそのまま乾いちゃうんじゃない。乾いちゃう。テレビ見てまったりタイムです ね、 うん。はい、というわけでね、もう10時過ぎなんですけど、今から1話ぐらいちょっとね、アイノリを、今ハマってるアイノリを見て寝たいと思います。夏休みだからね、夜更かししたいと思います。おやすみなさい。やったぜ、今回はアンジェル先生が。危ない危ない、進むよ、進む、進む、進む。ねえ、やばくない、楽しい、やった。今日そこまで暑くないかなと思ったらもう十分暑いね。だって今日29度、30度いってないから、プール日和じゃないからと思ったら。でも行くでしょこれ、絶対行くねこれ。うん、本当だ、いいね、行こう。じゃあちょっとチケット買って中に入りましょう。ここから入る？うん、冷たい、気持ちいい、冷たい、めっちゃ冷たい。よし、じゃあ着替えましょう。はい、着替えました、はい、何やってんの、ハチマキリミハチマキ、え、アシーちゃんの何やってんですか、あなた。ね、カレーライスとかラーメン、おにぎり、どうしますか。一応ね、今日ね、ハンバーガー、ピザ、暑すぎたら午前中で帰ろうと思ってお昼持ってこなかったの。どうする、まだ元気ある？まだ元気ある、あるよ。じゃあご飯食べて遊ぶ、ね、いいよ。リミちゃんは揚げ餅を買いました。で、あとシャカシャカポテト。リミちゃんこういうのじゃないとね食べれないっていうので、しほちゃんはカレーです。と言いつつね、しほちゃんのカレーをめっちゃ狙ってんだよね。はーい。あー、どうやって食べるのこれ。熱いよ。言ってるそばから。おいしい？こういうところで食べるのおいしいよね、きっとね。なんかさ、初めてじゃない？ここでこういうもの食べるの。いつもはさ、お友達と来るからさ、お昼をね、買ってね、来ちゃうからコンビニ弁当になっちゃうの、おにぎりとかね、必然的に。あー、こぼした？白？白に。あらららららら。熱いね。てか洋服、洋服。しーちゃんの方？ななななな、いいよ。
揚げ餅ね、結局しおちゃんが食べてるというリミがね、揚げ餅ね、ダメだってちょっと苦手な味だったみたい。なんかふにゃふにゃなポテトだね。結構細いよね、うん、どうポテトは美味しい、うん、よかったねおいしい、よかったよかった。でも今日本当さ、暑すぎないよね。ね、なんか灼熱の太陽っていう感じじゃないじゃん。うん、でも寒くはないじゃん、全然。ちょうどいい感じじゃない、ね、空もこんな感じでね、カンカン照りじゃないんだよね。そう。雲が多くて、若干なんかこう、家にいたらあれ曇ってるっていう感じなんだけど、ね、外に出たらやっぱね、熱気というか暑い、暑いことは暑いけどさ、なんかいつもみたいなこう、なんていうの、ふわーって照りつけるあるじゃん、あのある、もう息もできないぐらいなんか苦しい感じになった、うん、そういう感じじゃないじゃん、うん、だからよかったね。めっちゃね、過ごしやすい、うん、今日はプール日和かもね、ある意味、うん、ね、あまり暑すぎてもね、もう疲れてもうダメだもん ね、暑さでね。どうする？当初はすごい灼熱の暑さだと思ってたから、うん、午前中で帰ろうかなと思ったの、水遊びしたら、うん、どうする？帰んない、帰んない、遊んでく？何して遊んでくの？アスレチックかよ。私なんか作るのやりたかったの。作るのも行こう。じゃあその後作るの行っていい？じゃあアスレチックもそんなずっとはやんないよりに。今日なんかレースのスカート切れたりするか、あんまりね、スカートがレースだからさ。確かに切れたり、ビリーとか言ってじゃあとりあえずご飯食べましょう。虫よけ、寒いちゃん虫よけ、出すぎ、あれどこついてる、そう、あ、虫よけ、ちーちゃんはここにいますよ。これ撮ろうかな、みんなすごいね、虫よけが。これあるよ、ほら、ん、虫大嫌いだね。嫌いなものはって言われたら虫って怖いね、なに今日アスレチックさする服装じゃなくないそれねえ、何気にアスレチックする服装じゃないね大丈夫ちーちゃん危ない危ない、大丈夫、うん、危なかった、気をつけて、うん、私これ超苦手、意味すごいね、いけるの？さすがに無理でしょ。そうだよね。そうしないと届かないよね。おー危ない。おお。気をつけて。空いてるね、今日アスレチック。やばくない？こんな空いてて。やばいよね。夏休みなのに。ね、春休みに来た時かな。でもね、めっちゃ人いるよね、ここいつもね。大人の人たちがキャーみんなね、水遊びの方行っちゃうから、こういうとこ空いてるのかもね。うん。疲れたね。はい、子供美術館向かいます。はい。あー、暑い、疲れた。ちょっと進まないとやばいです。でちょっと休んだらなんか作るところを見よう。何作ろう？ね。お菓子、お菓子。
お菓子はでもね、しーちゃんが嫌いな抹茶だから今日は作れない。あ、ここそこそこそこ、あれなんかそう、こんな感じでさ、まあ、ここ以外にもあるんだよね、向こう側に。あ、ここ、この下T シャツと、去年さ、T シャツ作ったよね、染め物の、ね、友達と、うん、お友達来てさ、懐かしいね、もうあれから1年だ、ね、1年後に、まあ、ぴったりじゃないけどな、去年の夏休みに来たでしょ。どれ？おー、すごいいっぱいあるね。いいよ、しほちゃんは。しーちゃんの一列ずつ、そうそう、そうなる、こういうレインボー、これ次、これで次ピンク持ってくる、うん、もう最後、はい、じゃあ押してください。いいよ、頑張れ。あめちゃんでしょ、いいじゃん、見える見える、いいじゃん、いいじゃん。でもしーちゃんは今度は欲しい？あれ、あ、こっち、緑でいいの？うん、緑をピンクと青、あー、なるほどね、そこに森を入れるんですね。なるほど、いいじゃん、いいじゃん。それ練習？練習、うん、レインボーみたいで、いいでしょ、うん、海の、うん、私リミのめっちゃタイプなんだけど、うん、リミのね、芸術性がある、うん、めっちゃ可愛い。葉っぱ草、面白いね、草なんてあるの、なるほど、可愛い。じゃあこれが終わったら、このねタンブラーのコップの方に入れます。作りたいよ、楽しい楽しい、めっちゃ楽しいできました。見て、いくよ、うん、おー、かわいい、いいじゃん、ホットレインボー。リミちゃんは、川に、川と森、森見せてみる。たぬきさんも可愛いね、いいじゃん、上手にできたね、二人とも、うん、楽しかった。ほんとリミのとタイプ、かわいい、いいじゃん、タンブラー、マイタンブラーだね、自分で作ったタンブラー。よかったね。もちろんもちろん。全部貼り付けてから最後に、最後っていうか塗るんだ。じゃあもう貼り付けて。うん、貼り付けていいよ。穴を塞いじゃダメだよ。あと裏もね。はい、今度はね、いいよ。次は貯金箱です。すごい工作するの今日。マシュマロみたいな、マシュマロになった。お、皆さん土台ができていきましたね。うん、乾かしてんの、うん、どんな感じ、こんな感じ、いいじゃん、上手、リミちゃん、リミちゃんはクマちゃんです、かわいい、貯金箱、リミ遊ばないでくれるの、リミさん、よし、じゃあこれ作ったからもう帰ろう、うん、帰ろう、もうね、帰んなきゃいけない時間なの、リミちゃん、顔がすごいですよ、アイスで。ライオンさん、しおちゃんは、オレオ。
さっきまでアイス食べてたじゃん、うんね、あ、髪の毛にチョコついちゃった、やばいよ、やば、帰ります。